こんにちは、アニマルタイガです。そしてこんにちは、エイクです。はい、ということでですね、エイクさんがいるということは、そうなんです、今日もですね、爬虫類ショップオープンに向けて内装改装内装工事ですね、やっていきたいと思います。はい、前回の動画ではね、壁を作りましたけど、今日は、天井がね、今結構ボロっちいような感じになってるんで、まあ1枚ちょっと試しに貼ってみたんですけど、あんな感じで貼って、後々ね、まあ、塗ったりする感じなんですけども、天井の方をね、やりまして、あとはこちらのね、押し入れの方も、あの、まあライオン天井1回落ちましたし、あそこも補強しつつ新しいものにして、こちらのね方も、爬虫類がこう展示できるような棚ですか、ものを作っていきたいなと思います。それでは今日も一日エイクさん、よろしくお願いします。はい、頑張りましょう。えいえい、おー、2日目頑張ります。このよくわかんない台も取っちゃいましょう。取れます？多分はめ込みになってるみたいなんで。はい。これそうですね。なるほど。こっちの壁にもついてます。こっちの壁が取れます。いや、取れますね。ぶっ壊しいですね。うわー、すげえ。けど、解体やな、これ重いか。結構しっかりした板ですね。これなんか使えるかもしれないです。綺麗にすれば。そうですね。ああ、でもすっきりした。これがなくなって。よし。そうだ。お見事。出ましたね。ちょっとすっきりしました。はい、ということで天井と、あと上の部分もね、こちら板を。あと、ここのエアコンのね、上と下を貼れば OK となります。これに次回は色塗りをしていくという感じですけども、あとこことやって押し入れの方をね、今日は頑張ります。今もうほぼエイクさんにやってもらってます。そんなことないです。すみません、お願いします。はい、じゃあね、上が終わりましたので、続いてね、こちら側に取り掛かっていきたいと思いますけど、まずはね、こっちはね、販売用、メインのね、販売用の棚を作るんですけど、そのちょっと囲いをまずは作っていこうと思います。それでは3、2、1、はい、ということでですね、完成しました。こちらこんな感じでね、綺麗になりました。こちらもね、あとは塗装をして終わりという感じですね。はい、ありがとうございます。結構ね、広いですね。広いところでしっかりしてていいですね。はい、ここにね、販売用の整体を棚作って、置こうかなと思います。こっちはまた今度やりますか。はい、ということでですね、本日、2日目の改装工事も終わりました。ちょっと予定していたね、こっち側の押し入れの方は今日はちょっとね、できなかったんですけど、思ったよりちょっと天井の方でね、なかなか体力を使っちゃったもんで、今回は、このぐらいにして、
次回はまたね、押し入れの続きとあとは塗装をねやっていこうかなと思います。じゃあ2日目終わってどうですか？着々と進んでますからね。そうですね、最初の状態に比べれば、だいぶねいいですね、部屋らしくなってきたんじゃないかなと思います。やっと部屋になってきました。そうですね、はい。でまあやりながらね、配置等もちょっとね、いろいろと、決まってきた感じなので、また、今後のね改装動画もぜひよろしくお願いします。お願いします。ということで今回の動画はこれで終わっていきたいと思います。この動画いいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録ぜひお願いします。ご視聴ありがとうございました。